はい、どうも、まるるです。こんにちは。もしもーし、皆さん、お元気ですか？今日はですね、ジェルミーワンさんから、また、秋の新色が出たということでね、今回はですね、まあ、もう、夏も終わってきてね、そろそろね、秋っぽいデザインもしたいかなという人も増えてくると思うんで、実際に私ね、このジェルミーワンさんのカラー使って今デザインしてるのがこれなんですけど、もう、可愛いよね。もうこれね、こんな感じで。で、今回、4色、ご紹介させていただきたいんですけど、1つは、まあ、限定色。で、あと、3つのカラーありますので、それぞれ開けながら、色一緒に見ていきましょう。ということで、どうぞ！やってきましたね。また今回も、秋っぽいカラーで、ということなんですけど、まあ、秋っぽいといっても、カーキとか、その辺ではなくて、今回、ベージュカラー、スキンカラーに、近いような、スキンカラーっぽい、カラーラインナップになっておりまして、本当に肌馴染みのいいカラーがまた出揃いました。ということでね、あんまりこう、激しめな、濃いめの色っていうわけではないので、肌馴染みのいいカラーが好きな人とかにはおすすめかなと思っておりますので、ちょっと一個ずつ見ていこうか。ね、どれから見ていこうか。まずね、じゃあ、この、限定カラー最後にする。ね、やっぱじゃあ左から行こう。左が、こちらですね。ヘルシーで上品なピンクブラウン。サシェピンク。ヘルシーで上品っていうことでね、ピンク系はね、結構ね、そのね、意外とね、ちょっと浮きやすかったりするんですよ。なんでかって言ったら、ピンクってちょっとね、白の顔料が入ってたりすることがあって、その場合って意外と肌から浮きやすいかなーっていう時あるんですけど、これはどうかねーっていうことで。ヘルシーだわ。なんかね、ピンクっていうより、ほんとブラウンを感じますね。結構シアーっぽいブラウンです。で、ちなみに、私今、この自分の手に塗っているカラーは、全部このサシェピンクを土台に塗ってます。これもそう。これも土台にサシェピンク塗った上にマグネットしてるし、これもサシェピンク。で、これもサシェピンクの上にちょっとアートしてるような感じで。で、全面こちらサシェピンクで作ったデザインなんですけど、こういう感じ。だから、ピンクっていうよりかは、もう本当に、ちょっとブラウンを感じるシアーカラーで、今回このカラーだけはラメは入ってません。ジェルミーワンさんといえばね、ラメカラーなんですけど、これはね、ラメ入ってないパターンですね。ですから、その、ラメすらも、カラーが落ち着いとっても、ラメすらも、のも、いかんよっていうね、職場の人、なんか働いとるとこが、まあネイルあんまりちょっと許可されてなくって、でもなんかちょっと塗りたいなとか、ちょっとこっそり塗ってみようかなみたいな人がね、ちょっと塗ってみるといいかなって思うような、自然なカラーです、これ。見てください。今、一回塗りなんですけど、本当に透明感、バッチリでしょう。こんな感じ。もう一回塗ったぐらいじゃあ、多分本当に塗ってるか塗ってないかなんかわからないぐらい、本当に、透明感ある感じのカラーです。で、こっからもうちょっと色味出したいなっていう場合は、私はこれ、私結構塗布量多い系なんで2回で済んでますけど、少なく塗っていくんだったら、まあ、3回ぐらい塗ってもいいかなって感じですね。固めまーす。はい、出します。ジェルミーワンさんね、いつもながらね、そうなんですけど、これね、本当にサンディングベースコート、トップコート、拭き取り、全部いりませんということで、これ1本で完結するんで、ま、ネイルの道具揃ってない方でもね、手を出しやすいっていうのがね、本当にポイントなんですよ。これ毎回言いますよ。私毎回、本当に、もうネイル何にも道具ないんですっていう人でも、安心して、これ、1本塗っときゃいいんですよ。っていう感じの便利アイテムなんでね。今2回目塗りました。どうですか。こんな感じです。かなりね、本当にカラーはね、もう透けるような感じのカラーなんで、もう一丁濃い方がいいかなっていう人は、もうワンチャン塗ってあげてもいいです。3回目塗ったぐらいから結構もっとはっきりしてくるんですけど、もうこれもいつも言うんですけど、色塗るんは基本的に、ね、2回がそのカラーの持ち味のカラーです。はい。で、濃いのが好きよっていう人は3回目まで。もう4回目来たら別にもう色変わらんので、塗っても3回までにしといてくださいね。っていうことで、こちらが、ジェルミーワンサシェピンクです。ラメなしのもうシアー感バッチリ、ピンクっぽい感じなんですけども、まあでもブラウンを感じる、どことなくやっぱちょっと秋にね、
このねちょっと秋の入り口に使いたいカラーですね。ということでこちらソシェピンクでした。固めます。じゃあ次が、まあ、左から行ったんでこっち次2番目ね。はい、ピンクなラメが誘うシックなトープカラー、バレートープ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 、トープ、多分意味があるんだろうな。ちょっとあんまりそういうと博識じゃないもんね。トープっていうカラーの意味をね後で調べてみようと思います。はい、じゃあ今度バリートープですね。今回はまたこっからラメが入ってきますよ皆さん。ラメが入ってくるんですけど、これはバレートープ、赤っぽいラメが入ってますよ。しかも結構この見て、このベースのカラー、カラー見てこれ、かわいいね、シックですね、ほんとシックなトープカラーだわ。なんだこれ、かわいい。こんな普通ね赤いラメとか入っとったらなんかいやらしい感じ、いやらしい感じっていうか、なんか嫌な感じになるので、なんか結構その赤が主張しすぎてなんかちょっと違うなってなるんですけど、この繊細なラメはね、ほんといつもならながら、かんだかんだかんだ、いつもながら素晴らしい仕事してますよね本当に。1回目こちらです。かなりね結構ねダーティーなカラーなんですけど、このラメがね結構明るめのねオレンジとか赤とかがねこうキラ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 してるの見えます。オレンジとか赤とかゴールド系が入ってるんで、まあそのトーンダウンしながらもちょっとあの輝きが楽しめるような感じで、固めます。はい、出します。じゃあちょっと2回目塗っていきますね。なんかさ、やっぱ最近さ、その自分でコロナ禍ぐらいからかな、やっぱりこういろんなことがあって、まあ外に出ることをね禁じられてたっていうか、まあそうですね、ネイルサロンもそうですよ、あんなね近くで施術するのなんてっていうことでね、なんか一時期その店をね閉じてたりで、その波に飲まれちゃって廃業しちゃった店舗もあるぐらいなんで、そっからですねやっぱりセルフネイルの波が来たのは、コロナ禍からやっぱりセルフネイルの波が来てて、やっぱこれまでねサロンでやってた方もやっぱこの自粛期間中に自分でやってみようみたいな感じでねやってこられてる人が多かったと思うんですけど、でそっからね本当にセルフネイラーさん増えてきたし、でこうやって街に売ってるネイルの商品があまりに優秀すぎて、セルフネイルでもう仕上がりがものすごいよくできるようになってるっていうのはね、本当にね嬉しいことですよ。これ今2回目塗ってます。こちらもね本当に透けるような感じのカラーではありますけれども、今2回目なんでもう一丁濃いなっていう人の、濃いなーって濃いのがいいかなーっていう人は、3回目塗ってあげてください。一応ね肌の上に来るとこんな感じですね。はい、結構ね、トーンダウンしますので、ここからはやっぱりちょっと秋を感じますね。やっぱ色が暗くなるとちょっと秋っぽい感じというか、あなんかいいなって感じしますね。あもう夏が終わってんなってドキドキしますね。固めます。でなんかさ、私ねもう今ネイリストじゃないんですけど、そのよく聞かれるのが、そのセルフネイルしてる人ってなんかネイリストさんから見て嫌ですかねみたいなこと聞かれるんですけど、なんか全然嫌じゃないし、でもちょっとやっぱ危険だなって思うことはあるんですけど、あそれはちょっと危ないからこれはやめとこうねって見てて思うこともあるんですけど、そのセルフネイルしてるのが良くないっていうネイリストさん何なんですか？なんか良くないよそういうのは。だから自分でネイルして、で楽しむっていうことはネイルがもっともっと盛り上がることになりますし、ネイル業界自体がね、でかつそのプロの技っていうのがいかにすごいかっていうのが絶対やってからよくわかると思うんですよ。本当にそれを経験してないとなんか結構ネイルしてるの見ててもふーんって感じなんですけど、自分でセルフネイルやってたからこそネイリストさんの凄さが改めてわかるというか、そういうのをね実感できるかなと思って、私もセルフネイル全然反対してないし、どんどんみんながネイル楽しんでくれる世の中になってくれればいいかなって思ってまして、こちらがバリートープです。はい、もうね、もう言うことないぐらい、この見て、近くで、もっと近くで見て、もっと近く、もっと近くで見てほしい。
これはね、カメラ越しにどれだけ皆さんにこの色の可愛さが伝わってるかよくわからないんですけど、もうとにかくね、ラメが可愛いね、やっぱりね、ありがとう。じゃあ次。次が、微細パール入り、肌なじみグレージュ。今度はパールが入ってやがるっていうことが、シルキーグレージュ。グレージュって結構みんな好きでしょ？なんか勝手に決めつけた。グレージュってなんかみんな好きじゃない？結構なんか、手っ取り早くおしゃれになれるカラーが私グレージュやと思ったね。勝手にね。勝手によ。私は思ったんやけどさ。だけこの、なんかこのグレーだと、こう結構肌から弾く感じはあるんですけど、グレージュ、ベージュが入ることによって一気に肌馴染みが良くなるっていう魔法みたいなカラーなんですけど、ちょっと見てみようね。パール入ってんだ。あ、黄色い、黄色いよ。ピー、黄色い。なんて言ったなんで私ピーって言った今。黄色い。黄色いよ。黄色いラメ見えるこれ。黄色く見えてるだけか。これじゃあ塗っていきますね。グレージュってなんか本当に、ありがたいカラーだと思ってて、全体に塗ってもいいですし、その後のね、なんかちょっと、一本違う色にしたいんですっていう時にグレージュとか挟んじゃう傾向にあったんですよ。私は、グレージュ入れとけばおしゃれになれますよ、みたいな感覚あったんでね、なんか私の中では、私の中でですよ。1回目ね。あ、この見て、これ、パールなんだ。このちょっと黄色っぽ、ゴールドっぽく見えるけど、一応パールっぽい感じですね。これもかなり繊細なラメなんで、これこそでもあんまりこう、ラメラメしてないんでね。ちょっとシンプルなネイルじゃないといけないわっていう人にもいいかもしれないかと思います。はい、出しますね。じゃあ2回目塗っていきます。グレージュって言いつつも、結構ベージュ寄りのグレージュですね。なんか本当に色って難しくって、グレージュ、なんか色って色幅があるじゃないですか。こう、グレージュと言いつつも、ベージュ寄りのグレージュなんか、みたいな。グレー寄りのグレージュなんか、みたいな。ちょっと難しいよね。その辺の色の幅の感じは難しいんですけど、この、カラーは、このシルキーグレージュはですね、どちらかというとベージュ寄りです。ベージュ寄り。やけども、本当にこちらもシア感が強いので、肌から浮くことはないかなと思いますよ。これだって見て。ちゃんとグレーも感じるよね。で、このラメ見て。もっともっと、もっと近く、もっと近く、寄って、頑張れ、頑張れ、ピント頑張れ、寄って、頑張れちょっと、もうこれはもう皆さんこれ私のカメラの限界ですよ。そんななんかね、見えないじゃねえかって言われなくても、そんなコメントしないでね。見えねえじゃねえかって言わないで、ね、こんな感じよ。いい？見える？わあ、これも可愛いね。これなんかもうちょっと下にちょっとストーンでもポンって置くだけでもいいし、もうワンカラーでも楽しめるよね。ジェルミーワンってほんとずるい。叶えます。はい、じゃあ最後にこの限定カラーですね。この限定カラーっつうのは、ジェルミーワンさんがいつもね、こう限定カラーっていうのをね、出してるんですけど、限定カラーは、オンラインショップだったり、コスメデボーチさんのオンラインショップだったり、ああいうプラザとか、実店舗で、ここでしか売ってないですよっていうのがカラーがあってですね。これはなかなかね、こう、店舗がね、ちょっと近場にない方は、ネットショップで買えるかなと思うんですけど、限定ショップっていうね、限定って言われたらなんか欲しいよね。ずるいよね、これもね。しかもこんなこう他のはね、こんないつもと同じようなこのピラピラついてるのね。この限定カラーだけなんかこう、切る、周りがなんかこうラメみたいな感じになって。ずるいよね、これもね。手に取りたくなるよね。ずるいよね、こういうの。限定とか、今限りとか。季節限定とかもそうやな、ね。ずるいよね。なんかの上にかけた方がいいのかな。なんかどうなんだろう。ありゃこれ私、今回のカラーで、どの色が一番馴染みよくって、おすすめですかって言われた時に、一番おすすめしたいかもしれない。でもこれ結構ラメの配合が多いね。他のより。ラメの配合が多いんで、キラキラさせても大丈夫なような環境であれば、これめっちゃいいかもしれん。これはもういい女だろう、どう考えても。
そこまだ1回目なんですけど、ちょっと多めに塗った、実際。私ちょっと盛った。盛ったんですけど、もう一回、もう一丁いこう。もう一丁いこう。固めます。なんかさ、世の中のさ、仕組みっていうか規則っていうのもあるじゃない。やっぱりこうネイルしてるとやっぱこう不都合な職業とかやっぱこうカビに見えてしまうので、そういったあのものが向かないような場所であったり TPO は言われないといけないんですけど、なんかみんなネイルしてみてほしいよね。なんかわかるかな、なんかこの別に興味ない人もおると思うよ。そのよくねコメントでもつくね、なんかネイルする意味がわからんててやって言って言うてくる人もおるんやけど、でも実際そういう人もなんかそういう人こそ私にちょっと爪おかしなさいよつってちょっとあの塗ってあげたい。塗ったら意外と気に入るかもしれない。なんか食わず嫌いとかもあるやん。これなんか私ウニめっちゃ嫌いなんやけど食べたことないっていう人、ウニちょっと食べてごらんつって食べてみたらもうめっちゃ美味しいやんみたいになる感じで、なんかこう実際こうやってみんとわからんことって世の中いっぱいあるし、もうそういうね、縛られる環境ではあるんだけど、一回もそういうのもう取っ払って、もう何も考えずにやっちゃっていいんだったら、私はもう全国暗挙して全員の爪塗りまくりたいもん。いや、これマジ、本当に。国会とかに出れるんだったら、私のそういう、美容復旧大臣みたいにしてくれんかね。なんかもうちょっとさ、それぞれのさ、得意分野、皆さんあるじゃない、メイクとか、ファッションとか、ヘアとかさ、そういう専門の分野の人をみんな、もう引き連れて、美のプロフェッショナルみたいな感じの分断を作ってですね、それでなんかこう、皆さんを綺麗にする権利っていうか、権利っていうか、もう義務ですね。義務にしちゃって、何言ってんだろ、さっきからね。何言ってんだ、マジで、本当に。これめっちゃいいよ、これ本当に。結構ギャッギャーな感じするんですけど、ギャッギャーとか言いながら、なんかでもカラーはかなり落ち着いてましてですね。で、これピンクですね。多分画面で、ね、私今画面越しで見てるんですけど、実物は結構ピンクです。画面越しだと、なんか白っぽいベージュに見えかねないかなって思うんです。これこそピンクですね。これはピンクです、めちゃくちゃ。どれが一番肌なじみいいですかって言ったら、もう人の肌見ずに言うんで、あれなんですけど、これが多分一番、まあ、多くの方の肌に合うんじゃないかなって思うようなカラーでしたね。限定色。ずるい限定色が買ったかな、今日は。でも私の使ってるこれも可愛いよね。サシェピンク。一番最初に紹介したサシェピンクもいいよね。これはラメなしやけん、なんかこう自分でこうラメ乗せちゃったりとかアートしたりとかっていう、このマグネット上に乗せてても可愛いよねっていう感じで、素材的にはめちゃくちゃ使いやすかったし、で、このバリートープもなんかその、なんて言うんだろう。濃すぎんブラウンみたいな。ブラウンって結構事故るんよ、意外と。なんかその事故率が低いブラウンって感じですよね。で、あとはこっち、あ、これサシェピンクこっちだったらごめん。ごめんね、間違えたわ。さっき持ってたのシルキーグレージュだったわ。めちゃくちゃ嘘ついてたわ。こっちがサシェピンクで、こっちがシルキーグレージュ。シルキーグレージュも、ベージュ寄りのグレージュやけん、いろんなグレージュあるけど、ベージュ寄りっていうことを覚えとってください。で、あとこちら最後になった限定色ね。限定色本当にずるかったわ。こんなキラキラのパッケージで限定なんて言われちゃって、期待したらもう期待超えてきたね、本当に。びっくりしたよ。これはいい。これが限定色のベールです。この限定色のね、入手方法についてはね、また概要欄に書いておきますので、皆さんね、ウェブとかからね、購入できれば、みんな全国どっからでも買えると思いますんで、私ね、プラザにしか売ってないよ、みたいなカラーもね、ご提供いただいたりしてるんですけど、私が住んでるところでプラザないんですよね。だから、本当にありがてえ、ありがてえ、ありがてえ、ありがてえって言い方、ありがたいですし、ね、プラザ行ってみたいですね。本当に、現場に。はい。じゃあ、一応今回ね、ご紹介させていただいたジェレミー・ワンの、秋の新色カラー4つですね。で、最後にもう一回おさらいしておきましょう。ということで、ちゃんと並んで、ちゃんと順番に、自分の男の前に並ぼうね、みんなね。はい、こちら一番最初に塗った、ラメのない、シアー系のね、サシェピンクということで、ちょっとね、ブラウン味が強いね、ピンクカラーでした。私の指も今このサシェピンクを塗っております。全部サシェピンクがベースになっております。ということで、一番最初があなたでしたね。で、次が、バリートープ。これですね。
これはちょっと赤っぽいねゴールドとかいっぱいいろんなカラーのねラメが入っておりまして、ちょっと結構ね濃いめのブラウンではあるんですけど、シアーカラーなのでそこまでなんか指先の色暗くならない、指黒く見えないよっていうような優秀なカラーでしたね。もう秋を、これぞもう秋を感じるカラーっていう感じでしたね。これはもう今ね、暑さがちょっとだけ抜けてきてる今に使いたいカラーでした。で、こちらが、シルキーグレージュ。シルキーグレージュ、赤はね、結構ベージュ寄りだったね。思ってたよりも。グレージュの幅、色幅で言うと、カメラ越しに見ると結構グレーかなって思うんですけど、実物見たら、もうちょい、思ってたよりベージュっぽいなって思うカラーです。このね、やっぱね、カメラと肉眼での差がやっぱ生まれてくるんですけど、私も、口で言ってることが全てです。おしゃれさんにはやっぱグレージュだな。で、最後に塗ったカラーがこちら、限定カラーのベールですね。こいつって言ってダメ。限定カラー、ずるいね、限定カラーこちらでした。どれが今回一番合いますかって言われたら、このベールだと思います、私は。結構、ラメがぎっしりなんで、そう、光らせても大丈夫な人はこれをおすすめします。光っちゃダメな人はもうやっぱこう、問答無用で、今回ラメなしの、サシェピンクになるんですけど、ほんと基本的にジェルミーワンさんは、肌なじみとラメの、上品さに特化したブランドさんなんで、どれも肌には馴染むと思います。ただどれが一番でしたか、どれが一番マルルさん肌馴染み良さそうですかって言われたら、だからこの限定カラーって言いますね。限定カラーのベールでした。いいね、やっぱもう秋が近づいたらもう夏は嫌いな私にとっては、もうこのカラー、これから自分の時代が来たって感じなんで、もう指先からもうさっさと秋に変えちゃいましょう。もう本当にみんなで夏を終わらせちゃいましょう。ということで、今回ジェルミーワンさんから秋の新色カラーが出ましたということでご紹介させていただきました。皆さんご視聴ありがとうございました。ではまたどこかで会いましょう。バイバーイ。